早かった1年。早かったです。一番何考えてこう仕事してたの1年。1年目は、うん、疑問を持とうっていうの。ただ教えられたのそのままやるんじゃなくて、うん、その本やってることの根拠とか、何のためになるのかを、余裕がある時に振り返ったり しながら教えてもらってる時に考えながらやるようには意識して、あと謙虚に学びを近い謙虚に謙虚な姿勢を大事にしようなと思いました。変則に入るようになったのっていつ頃かな。そこはフルタイムできるようになったのは多分7月ぐらいだったと思うんですけど、それまでに徐々に遅番とか夜勤とかに入ってて、8月、7月、8月にはフルタイム一人立ちみたいなやつだと思います。4、5、6、7、まあ、4ヶ月ぐらいでシフトをそれぞれの時間帯を覚えて、チューター誰だったの？チューター山口さんです。あ、山口くん、はい、どんなことを教わった？全般のそうだよね、メンタル面のサポートがすごい手厚かった気がします。一緒にご飯ってお話しながら、なんか元気を聞いてくれたり、未来か聞いてくれたりですし、いろいろ話聞いてくれたんだ。そうですね、悩みちょっと解消しながら、それありがたかった。山口君も優しいもんね。優しいです、彼もほら介護とかさ福祉の勉強してきたわけじゃないから、背景も、そういうところで共感いろいろしてくれたんじゃない。相談しやすかった。食事とか一緒に行ったの？月1ぐらいで行って、最近は1、2週間、2週間前ぐらいにステーキ食べに行ったし、ステーキのゾンビ美味しかった。最近ガチャガチャにハマってるんですって。何のガチャガチャなんですか？なんかいろんなグッズがもうガチャガチャコーナーに置いてある。なんか可愛いなとか、これ素敵だなって思うグッズ、いろいろ手当たり次第回してたんですけど、結構楽しいです。今100円じゃ回せないよね。結構高いです。高いよね。300円が主流な気がします。そうなんだ。100円見たら安いので、300円ばっかりです。どのぐらい回すの？いくら使うの？この間1日5000円ぐらいやりまして、2日後ぐらいにまた5000円ぐらい使ったりして、今ちょっと控えた。じゃあ何、お家にちっちゃいのがいっぱい置いてあるよ、ね、車にちょっと置いてありますね。バームクーヘンのストラップとか、どら焼きのストラップとか、カステラのストラップとか、食品系がすごいリアルで。よく回すの？最近よく回してる。でもそういうことがこう仕事とまたバランスでさ、気分転換になるんですね。いろいろね。楽しいです。この泊まりに行くです。山口君と。あ、家に、はい、いいね、いい関係が築けてるわけだ。何でも話せそうです。2年目になって、どのちゃんが誰かつくとかそういう。梅津くんのチューターです。あ、梅津くん。あ、そうです。彼も真面目に頑張ってるでしょ。めちゃくちゃ真面目ですね。野球やってたんだってね。ああ、体力自信あります。よし。若いからね。一番若いから。あっちです。五つも離れ。そっか。いいじゃない。お兄ちゃん、弟みたいな感じで。かわいいですね。梅津くんにも、自分が山口くんからしてもらった感じで、いろいろ話聞いたりとか。不安を、なんかあんまり不安ためすぎないようにいろいろ吐き出させてあげたいなと思うんですけど、今ちょっといろいろ試行錯誤してますけど、まあまだ1ヶ月だからね。まあ本当に頭が多分いっぱいいっぱい。そうだよね。何が分かってないのかも多分、整理が難しいタイミングだと思う。ただ大丈夫って聞いたら大丈夫って返ってくるんで、そうだね、ちょっと言い方とか工夫して、多分なんかこれが難しいですとか、苦手な業務が、決め
なるって、なんか自分から出せるようにいろいろアプローチしたいの、うん、それで試行錯誤した。今度自分が何か教えたりサポートする側に回ると、そうやってなんか教え方とかさ、難しいです、こうしたらいいんじゃないかとかっていろいろまた違う視点で考えるよね。新鮮ですね。後輩も育てて、フロア全体の方にどんどん視点を向けたりとか、ああ、なんかそういう目線も自分の中でちょっとずつなんかつけていけたらな、うんうん、一緒に潰れちゃわないようにだけでも梅津くんをサポートしながら行き詰まりそうになったら、とのちゃんは山口くんにつけるんだもんね。最近ちょっとあんまり余裕がないですとかまだ大丈夫だ、言えることがいいんだよね。行ったらすっきりする、うんうんうん、気持ちが軽く。そうだよね。だから梅津くんにもこうやって言っていいんだなっていう雰囲気とか環境をうまく作ってあげるようにしていけばいいんだね。ちょっと早めのご飯にしましょうか。お腹すきました。お腹すいたね。早めってわけでもないんだね、今日早番だからね。そうですね、6時に食べてから。